ローソフコマンドはリストオープンファイルズの意味であり、多くのユニックス系オペレーティングシステムでオープン中のファイルや、そのファイルをオープンしているプロセスのリストを出力するコマンドである。このオープンソースのユーティリティは、パドゥ大学コンピューティングセンターのもと、アソシエイトディレクター、ビクター、エイアベルによって開発、サポートされた。ローソフはいくつかのユニックス系 OS で動作し、サポートされている。 オープン中のファイルには、すべてのプロセスがオープンしているディスク上のファイル、名前付きパイプ、ネットワークソケット、デバイスが含まれる。使用例の一つとしては、ファイルが使用中のであるために、ディスクがアンマウントできない時である。オープン中のファイルの一覧を確認することでファイルを使用しているプロセスを特定することができる。ローソフ、バリエーション、コマンドピードユーザー FD タイプデバイスサイズ、 オフノードネーム。シスログド350ルート 5W ベレック2 2 2 5四4 4 8 1 8バリエーションエイディムメッセージズ。シスログド350ルート 6W ベレック225390986248バリエーションログシスログ。クロン353ルート CWD ベダー222 5512254550バリエーションティジョブス特定のデーモンに関連付けられているポートを確認するには次のようにするローソフ INP グレップセンドメールセンドメール31649ルート 4UIPv4521738TCP25 上のコマンドの実行結果より センドメールが標準ポート25番をリッスンしていることが確認できる。他にはローソフ U を使用すればユニックスソケットを一覧することもできる。ローソフの出力は以下の内容を表している。PGP 公開券。2013年1月15日閲覧。4.94?2021 年7月9日閲覧。W. リチャード・スティーブンス。 ビル・フェナー、アンドリュー・エム、ルドフ、ユニックス・ネットワーク・プログラミング、ザ・ソケッツ・ネットワーキング・ API、アディソン、ウェズレー・プロフェッショナル、ISBN0 から13から141155から、1、http://books.google.com/.books ススララッッシシュュ、ビド、イコール ISBN0131411551、アンド、 ID イコール PTSC 4ループエガ0 C ピコグラムイコール RA、AH、HPA 897 LPG イコール RA、AH、HPA 897 O2 イコール KP7 アククフザム DQ イコールローソフ I イコール YSO マイナス8859から1アウトプットイコール HTML シグイコール BBB サジャスチドは4イループガップ17 T7 区別、ありがとうございます。